2024年3月の2日でございます。これはシマリスさん動画でございます。掃除をしてる途中なんですけどね、なんかすぐ全然違うことをやってしまう。で、主役が違うところにいらっしゃる。主役が、今日はね、シャインマスカットがね、シマリスさんってさ、皮がある果物でも結構丁寧に自分で剥いて食べたりとかするからさ、剥きながら食べてるところが見てみたいなってお姉さん思うんですけど、みちるさん。服の上は嫌だな、さすがに。なんかすごい、ヘアンポを満喫していらっしゃるんですけれど。ね、みち。おやつがあるんだけど、なんか本題になかなか入れないんですけど、みち。あ、カバン開きっぱなしだ。あ、種だらけにされちゃう。よしよしよし、出てこい出てこい。おーい、おーい。やめて、やめて。あれ、皮をペペってやらないね。えぐってる？え、いらない。いらないの。ミッチー。そうか。ミツいる？どうしようかな。どうしようかな。すげえ見にくい。皮を剥こうとはしないんだね、君たち揃って。なんか皮剥いてるところが見たいんだけど、必死。一回ちょっといい？あー、なんかえぐって食べてそうだね。あ、皮食べたぞ今。剥かないの？丸々あげたいんだけどさ、君さっきミチルとバチってたからさ、なんかそんなにね、飼い主が餌交換するときにはもうそんなにくるくる鳴かなくなったんだけど、さっきミチルがミツルのケージに登って遊んでたら結構くるくる威嚇してたからさ、同じ部屋に放すと多分どえれいことになるんで、まあいつものことといえばそうなんだけど、シマリスはね、仲良くできないんだよね。普通に夏場とかでもさ、いや、夏場の場合はね、ミチがミツを追い回して、ミツが逃げ回るっていう感じの、ちょっとドエレー感じの。なになになに？なんかすげえ怒ってない。興奮してるだけ？なんかすごい反応じゃないこれ。でももう丸々1個は多いと思うよ。
はいはい、ごめんごめん。必死すぎんか？3分の1ぐらいなくなっちゃったんじゃない？必死。あ、お嬢さんが。お嬢さん、ちょっと今思いっきりスマホにぶつかってきたんだけど、あ、さっきからミッチさん、あ、食べるの？お兄さんがすごいくるくる言っていらっしゃる、くるくる言っていらっしゃる。お兄さんが、出たい？待って待って待って、あ、指抜けなくなったんじゃないそれ。怖っ。さっき微妙に開けちゃったから挟まっちゃったってこと？どれぐらい前から挟まってたんだろう。そりゃ必死にもなるわ。怖っ。気をつけよう。え、ちょっとお手って大丈夫か、見して。あー、なんか大丈夫そうかな。うん、異常はなさそうだね。ね、もう片方のお手でも使ってみない？ちょっとちゃんと使える？お手って折れてない？まあでも確かに挟んだ後だとね、挟んだ後だと、まあ直後は痛いでしょう、そりゃ。もうちょっと時間経ってから異常ないか見た方がいいかな、これは。まさかの事故を起こしてしまいましたけど。いや、ちょっと開けて隙間からシャインマスカット入れないかなって思ったんですよ。ちょっと持ってって、はい。あ、じゃなくて持ってってほしいんだ。持ってってほしいんだ。手離していい？絶対落ちるよね。君持ってないでしょ、全然。持つ気ないでしょ。ほい。手離していい？落ちた。お、持てた。なんか登られるとさ、結構爪が伸びてるような気がしちゃうんだけど、ちゃんと見てみると別にそうでもないっていう。飼い主のこと台座だと思ってるでしょ、君。あー、ほら、こうバジバジしてる。掃除しようか。